我が家で冬至の時期にいつも作っているかぼちゃ団子のご紹介をいたします。最初にね、かぼちゃ硬いので切りやすくするために電子レンジで加熱します。今ね、600ワットで3分加熱してみました。ちょっとね、柔らかくなって切りやすくなりましたよ。かぼちゃのね、4分の1くらい入れます。食べやすい大きさにね、切ります。かぼちゃを煮ていきます。火を注ぎます。中火でね、柔らかくなるまで煮ます。かぼちゃを煮ている間にね、お団子の用意をします。こんなお湯で、耳たぶよりちょっと柔らかめの生地にしてください。水加減は調節してくださいね。もうちょっと入れなきゃダメだから。ちょうど水加減がいいとこのようにまとまります。かぼちゃが柔らかくなりましたらね、調味料とあんこを加えます。あんこですけどね、私は作り置きを使いましたけれど、ない方はこのような缶詰とかチューブのものをお使いください。中火でね、沸騰させます。煮立ってきましたのでね、団子を落としていきます。焦げ付かないようにね、時々かき混ぜてください。アクを取り除いてください。団子に火が入りましたらね、完成です。でやめてください。完成しました。今からお茶しながらいただいてみたいと思います。今日のお茶受けをご紹介します。完成したばっかりの干し柿です。寒風にさらされるようになって、こんなに白いいい子が吹きました。しその実、人参、生姜など入れた鉄砲漬けです。外側はウリです。大根漬け4種盛りです。カス大根、酢大根、昆布大根、かつお節大根です。いただきます。いい甘さ加減でね、気持ちもほっこりします。寒くなってきましたのでね、暖かくして
これを食べて心も体も温めてくださいね。簡単にできますのでね、ぜひお試しください。今後までご視聴いただいてありがとうございました。コメントも楽しみに待ってます。チャンネル登録、いいねボタンもお願いいたします。